福山市大門町の建設会社の採石場です。午前9時半ごろ、作業中に残土が崩れ2人が埋まったと消防に通報がありました。生き埋めになった2人のうち40代の男性作業員はおよそ30分後に救出され、病院で手当てを受けています。意識はあるということです。もう1人の60代の男性作業員は午後2時過ぎに救出されましたが、意識不明ということです。崩れた砂山は採石場の敷地内にあります。警察によると2人は砂山の上で作業をしていたところ、砂山とそれを囲うコンクリートブロックが崩れ生き埋めになったということです。警察と消防は詳しい原因を調べています。